ってめっちゃうまいんだぜ。肉食うかい？それ誰な？そういえば今日なでしこは？テスト前やで。私も帰ってテス弁するし、とか話してたらなでしこだ。あきちゃん、変な車見つけた。ニワトリが散歩してる。猫、軽トラ、ワンコ、ワンコ、君のことは忘れないよ。バイ、綱吉、帰って勉強しろ、綱吉。っていうか、秋もテス弁せな。まあ、ダメダメ、前日にならんと尻に火がつかんタイプなんだわ、私。知らんよ、後で慌てても。テスト直前に最大限のパフォーマンスを爆発させる、それが私のやり方だ。あ、今のって1学期も中学ん時も何度も聞いとるセリフや。これもしかして帰れんくなるパターンじゃ。じゃあそろそろ帰るか。せやな、帰ったらキザラでスープ飲んじゃおう。あ、でもこのキザラ熱い料理ダメって書いてあるで。